参加標準記録とは、主に陸上競技や競泳、スピードスケートなどの競技大会において、出場、参加を許可する基準として、主に大会主催者により、選手に対して設定される、共通の基準値である。2000年代以降、数多くのスポーツの競技大会で選手の参加資格について、参加標準記録制が導入されている。口実するが、参加資格として、 参加標準記録が設定された大会への参加を希望する選手は事前に参加標準記録を突破する記録を残しておかなければその大会に出場すること自体ができない。世界陸上や世界水泳、スピードスケート W 杯、オリンピックなどの主要国際大会や国内では全日本中学校陸上競技選手権大会、全日本中学校通信陸上競技大会、 全国中学校水泳競技大会といった全国規模、全県規模の大会に設けられることが多い。大目標としている大会への出場を目指す選手は、事前に公式記録が残る別の大会や記録会などに参加し、あらかじめそこで参加標準記録を突破することで、初めて目標の大会への参加エントリーが認められる。このような制度が設けられる理由としては、 競技者の大幅な増加で、競技運営の安全、円滑化に支障が生じることの防止や、参加希望者の増加による大会の無秩序な肥大化を防ぎ、参加定員の上限がある場合には、それの超過を確実に防止することである。参加標準記録は、競技によるレベルの差、記録レコードの推移を総合的に勘案した上で主催者側が設定し、あらかじめ発表される。そのため、 多くの大会で参加標準記録は毎回一定の基準を持って設定され、多くは競技のレコードやレベル水準の上昇と並行して引き上げられるなど必要に応じた変更がなされる。その設定値は大会、競技、種目によって全て異なる。ただし多くの場合、参加標準記録の大半は数値として 厳密に設定されており、あらかじめ設定された記録に例えば時間基準ならば0秒01、ポイント制競技ならば0.001点足していなくても対象となる大会への出場資格は与えられない。国際規模の大会では参加標準 A とそれよりやや記録の低い参加標準 B という2段階で設定されることがある。例えば陸上競技の多くでは、 同一の国籍の選手中に参加標準 A 突破者が複数いる場合は最大3名まで出場できる。標準 A 突破者がいない場合に限って参加標準 B 突破者が一人だけ出場できるというシステムになっている。特に世界選手権クラスの国際大会に対しては国、地域単位で競技を統括する団体が 選手派遣の有無を判断する材料として多くはその国際大会の主催者が定める参加標準記録が用いられる。しかし、時として国、地域の競技統括団体がこれとは別により厳しい独自の派遣基準の値を設定し、なおかつ特定の全国規模の大会を必ず出場しなければならない最終予選として設定し、その大会での上位入賞と、 派遣基準の突破を国際大会への参加の絶対条件として求めることがある。また、水泳のオリンピック日本代表選考における男子、自由型短距離などが典型的な例であるが、過去の国際大会の記録から、ほぼ機械的に算出した値が設定された結果として、その国内や地域の歴代最高記録を大幅に塗り替えなければならない値が設定されることもある。 このような基準値の設定については、細かくは、競技や団体ごとに、様々な理由や、歴史的経緯があるが、概して見られるのは、限りある、強化費、派遣人数枠や、選手、コーチスタッフの派遣費用などの予算面や、現地の宿泊施設やトレーニング施設の手配の都合、などの観点から、多額の費用を要する海外の国際大会については、上位入賞が高い角度で期待できる、 実績を残した者ののみに派遣選手を絞り込むため、選考の公平性や透明性を確保するため、という事情である。この場合、誰一人として派遣基準を突破できなければ、国内競技統括団体の判断として、競技成績の派遣基準未達を理由に、その競技カテゴリの選手を国際大会に派遣しないということが起きてくる。国、地域、競技にもよるが、 参加標準記録や独自の派遣基準が用いられている場合、上位の大会への参加を目指す選手にとっては、設定された基準値の突破が極めて重要な課題となり、極めてビサであっても届かないことは出場権をめぐっての絶対的な壁になる。とりわけオリンピックや世界選手権の場合、ナショナルチームでのより高度な指導や強化プログラムを受けられるか、 スポンサーからの資金補助を受けられるか、そして母国の代表選手としての国際大会への出場経歴を残せるかなど、選手個人にとっては自身の競技人生やその後を直接大きく左右するターニングポイントになる。そのため、このような競技、種目の最終予選大会では過去にも競技の順位以上に参加標準記録や派遣基準の突破の有無をめぐって、 多くの引きこもごもが引き起こされてきた。わずかにでも派遣基準を突破に成功し、出場権を獲得し歓喜する選手が出る一方で、逆に上位入賞や優勝を果たした国内の競合選手が、そのことを喜ぶどころか、むしろ設定された独自の派遣基準をほんの僅差で下回る記録であったために、目標にしていた上位の大会への出場権を獲得できずに、 大きなショックを受けていたり、ただ悲嘆にくれるということも起きる。また、最終予選のエントリー期日の直前になると、最終予選の参加標準記録を突破し、参加枠を確保することを目的に、所定の公式記録が残る外省様々な大会や、記録会を渡り歩く選手が現れる。あるいは、交通不便の立地や、自国外であっても過去に高記録が続出している。 競技施設で開催される公式大会に有力選手が退去集結するなどといったことも発生してくる。その一方でオリンピックの個人競技では直近の国際大会での上位入賞や世界ランキング順位により国別割当てのオリンピック出場枠を自ら掴み取った選手を設定した派遣基準を満たしたものとみなして半ば自動的に選出する競技も存在する。 これは国別出場枠の形式でも選手個人が自身の実績で獲得してきた出場権ならばその当人に優先権があるという考え方であり記録タイムや点数による基準とはまた別の形で公平ということが言える大会競技種目によって異なるが参加するにあたって参加標準記録の突破には記録成績の他にも 期間など様々な有効条件が設けられる。例えば有効期間については、所定の締め切り日から遡って1年か2年前までの間に達成された公式記録だけが有効なものと設定されたり、エントリーに際して競技団体が発行した記録証や証明書などの書類の添付が必要な場合もある。過去に参加標準記録の突破に成功していても、 その記録が全ての有効条件を満たさなくなった選手は参加可能で所定の期間に開催されて認定や選手選考の対象となっている公式の記録会や大会に参加して参加標準記録を再度突破しなければならない。これは近年有料な成績を記録していない選手に何年も前に出した記録を根拠として出場機会を要求されることを防ぎ、 また大会そのもののレベルを維持する目的もある。また大会によっては参加者を直近の高成績者に絞り込むことで大会規模の無秩序な肥大化や予選に要する時間の長大化を防ぐことも参加標準記録に様々な条件を付け加える目的の一つである。年齢別競技や年齢制限がある競技では 参加標準記録を突破しても年齢の条件が合わない場合には参加資格は与えられない。また、根本的なところで選手が選手としての資格要件を満たしている必要があり、これを満たさなくなった場合には参加標準記録は事実上無効になる。ABC エトセトラニュースのおさらいジュニア向け五輪の参加標準記録って ABC 第30回オリンピック競技大会日本代表選手選考要項公益財団法人日本陸上競技連盟平成22年度全国中学校体育大会第37回全日本中学校陸上競技選手権大会要項第37回全日本中学校陸上競技選手権大会員鳥取日本水泳連盟 標準記録平成24年度競技会参加資格の一部変更について東京都高等学校体育連盟陸上競技専門部取りの五輪出場資格問題被大化抑制でトラブルウェブ等を特集断面2006天皇支配第81回日本学生陸上競技対抗選手権大会参加標準記録等の変更について 公益社団法人日本学生陸上競技連合、AB 社会部位も記録届かず、言葉でない、競泳から水泳ニュース、NIKKANSPOORTS.com2012 年4月9日。ありがとうございます。